桃山時代末期に全盛期を迎えた唐津焼。その多様な唐津焼の中に藩の御用窯で焼かれた献上ガラスと呼ばれる唐津焼があります。その中心となったのが中里家です。中里家は幕末までお茶碗窯として将軍家への献上品献上ガラスを焼き続けていました。唐津焼は有田の白磁生産が始まると同時に衰退を始めました。この衰退していった唐津焼を再興したのが12代中里太郎右衛門無安です。無安は小ガラスの叩きの技法を忠実に再現したことで昭和51年に重要無形文化財保持者いわゆる人間国宝に認定されました。無安の手からは叩きによる飴釉や灰釉の唐津、朝鮮唐津、e-garatsuなどあらゆる種類の唐津焼きが生まれています。良き息子として無安の作刀に貢献していたのが現在の13代中里太郎右衛門です。13代中里太郎右衛門は唐津の伝統的な技法を継承する一方で世界にモチーフを求め常に新しい世界を切り開いてきました。力強い作品を創作し続ける13代太郎右衛門は今という時代において常に焼き物とは何かを追求し続けている唐津きっての作家です。